ケンブリッジ公、ウィリアム王子は、イギリス王室聖院で、ウェールズ公、チャールズの長男。イギリス女王エリザベス二世の孫で、父のチャールズに次い王位継承順位、第2位の地位にある。公式の称号は、ヒズロイヤルハイネスプリンスウィリアム、デュークオブ・ケンブリッジ、兄弟に2歳年下の弟サセックス公爵、ヘンリーがおり、両者の聖母は、第8代。 スペンサー伯爵エドワード・スペンサーの娘ダイアナである。姓はマウント・バッテン・ウィンザーとされるが、法的にはウィンザーであるともされる。いずれにせよ王族であるため通常は姓を称することはない。公式には、自らが爵位を得る前は、父の称号からオブ・ウェルズをクリスチャンネームに放置して使用していたが、結婚とともにケンブリッジ行為を得たため、 これにより公式には、ケンブリッジ公爵と称することとなった。なお、大学在籍時では、ウィリアム・ウェルズという名前を使用していた。皇居で、当時の天皇、秋人、皇后美智子と会見する、ケンブリッジ公2018年1月30日、スウェーデン訪問時。1982年6月21日に、西ロンドン、パディントンの生命あり病院で誕生した。 父のチャールズはイギリス王大使、母ダイアナは第8代スペンサー博エドワードの娘である。ロンドン西部にある保育所や幼稚園に通い、小学校はバークシャーのルドグローブ小学校に通った。ウィリアムは小学校に通学した最初のイギリス王子である。その後、名門パブリックスクールであるイートン校に学び、地理、生物、歴史では、 ののの成績をを取った。卒業後1年間のギャップイヤーにはチリでのボランティアを経験している。大学はスコットランドのセントアンドルーズ大学に入学し、最初は美術史の専攻を選択したが、途中から地理学に変更した。大学ではウィリアム・ウェールズと名乗っていたほか、セントアンドルーズの街では目立たない集合住宅に暮らすなどの生活を心がけ、 近くのエディンバラの街でもよく見かけられた。また大学在学中はイギリス王室とマスメディアの協定により取材構成から保護された。2005年6月に大学を卒業した。卒業論文のテーマはモーリシャス・ロドリゲス島の産後省であり、大学院の入学資格もあるとみなされるアッパーセカンドランクの成績を取った。父の大太子は ローワーセカンドという一つ下のランクの成績での卒業であり、王子の成績はこれまでのイギリス王室の中では最高だった。卒業後短期間であるが、デボンシャー公社区領における事務及び、ロンドンの HSBC 銀行の事前事業部門において研修を行っている。2014年、ケンブリッジ大学に入学。10週間にわたり、農業経営を学ぶ。 2015年春より民間の航空救急会社イーストアングリアンエアアンビュランスに救急ヘリコプターの副操縦士として就職することが発表された。なお給与はすべて事前団体に寄付される。2015年2月26日、初めて日本を公式訪問した。東京都渋谷区の大館山と、津田屋書店、神奈川県横浜市の A 連邦戦死者墓地などを 訪問し、福島県や宮城県の東日本大震災の被災者たちと交流している。王室の伝統に従い、イギリス軍に入隊するにあたり、2006年1月、サンドハースと王立陸軍士官学校に入学した。同校卒業後、陸軍将尉に任官し、この駅兵連隊のブルーズロイヤルズに配属された。2008年には海軍兵学校及び、 空軍士官学校でも教育を受け、海軍注意及び空軍注意の階級も保有することとなった。2008年6月末、ヘリコプターで西インド諸島バルバドスの北東数百キロメートルの海上を巡視中、高速で移動する不審な小型船を発見。遠洋には適さず、麻薬密輸に多く利用されるタイプだったので、母艦に連絡し、母艦に同乗していた。 米沿岸警備隊員が小型船に乗り込んだところ900キロのコカインが発見された。2008年11月、イギリス空軍の戦闘ヘリで訓練を行っているウィリアムが主的な目的でコカインにも及ぶ大規範を起こしたとスクープされた。問題の訓練飛行の費用は86,434ポンドに上るという。2009年1月、 陸海空軍の隊員に昇進した。2011年からは名誉職としてアイリッシュマーズの連隊長を務めている。キャサリン妃との結婚式に、2013年9月7年に及ぶ軍隊生活からの退役を発表した。将来のイギリス国王として、イギリス王室内での人気は高く、スキップ・チャールズ・ゴー、ストレート・ズウィリアムとイギリス国民の多くに唱えられ、 王大使である父、チャールズを差し置き、次期イギリス国王に押す声も存在する。子供の頃より、要望は母親にと言われてきたが、近年は父親に似て頭髪がかなり薄毛となっており、自身もジョークのネタにしている。2013年に DNA 検査により、インド人女性の直系子孫であるということが判明した。母親である、 ダイアナ元妃の6代前の先祖は、グジャラート州スーラトで、東インド会社のスコットランド人貿易商と結婚しており、その両親はアルメニア人商人とインド人の妻であった。詳細は、ウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの婚礼を、参照新婚のケンブリッジ公爵及び公爵夫人、バッキンガム宮殿のバルコニーにて。2016年4月22日、 アメリカ大統領、バラク・オバマホーエ英ージ左から、ケンブリッジ公爵、オバマ大統領、息子ジョージ学生時代に知り合ったキャサリン・ミドルトンと交際を開始、食事会に誘うなどして、交流を深め、2011年4月に結婚した。交際期間においては、2007年1月彼女をパパラッチが必要に追いかけ回しているのに、激怒していると報道がされ、 パパラッチに追いかけ回された母の二の舞にならないかと心配するなどしていた。これを受けて A 最大発行部数の大衆紙、ザサンなどを発行するニューズインターナショナル社は個人のプライバシーを守るという理由でパパラッチからの写真は掲載しない方針を決めた。2010年11月16日、クラレンスハウスはウィリアムとキャサリンが2011年に結婚すると 発表した。4月29日に挙式を行い、同日ケンブリッジ公尺、ストラザーン白尺とキャリクファーガス男尺の称号を授与された。2013年7月22日、午後4時24分に第一王子ジョージが誕生。2015年5月2日、午前8時34分に第一王女シャーロットが誕生。2018年4月23日、 第二王子類が誕生。ウィリアム王子の紋章。ありがとうございます。